イエーイ、お疲れ様です。バーチャファイター3 TV は、17th anniversary、バーチャファイター3 TV ワールドカップ2014記者会見始めたいと思います。じゃあまずは、画学的に、紹介させていただきますとですね、プロデューサー、今回のねバーチャファイター 3TV 世界大会のプロデューサーのゴリラ影助、ゴリラ影助、これ見えますかね、カメラあっちね、あこれですね。そして顔出し NG のシュウ君、こんにちは、はじめまして。もう多分ね、何事かと思ってるよね皆さんね、これ ね、この状況ね。はい、一応シュウ君とあともう一人中野さん、大塚義、はい、よろしくお願いします、はい。ミカドの店長です。よろしくお願いします。ミカド店長、池田みのる。はい、ありがとうございます。じゃあ、この4人で進めていきます。はい、ごめんなさい。今、ミカドさんで、バーチャルファイター 3TV、3セット、1週間で3セットまで稼働させることになって、で、さっきまでミカド学園で番組をやってた都合上ですね、このままミカドさんの枠をお借りして、ちょっと緊急記者会見をやらせていただきたいな。記者会見、はい、はい。何か皆さん質問ありますか？誰もいねえ。つまり、なんぞやという話ですよ。はい、バーチャファイター 3TV ワールドカップ2014は何ぞや、うん、っていう話 で、プロデューサーゴリラ影助ということで、9月14日、来たる9月14日、2014年9月14日、はい、13年ぶりにバーチャファイター 3TV を、今現在稼働させ、同時に大会をやろうと。でしかもそれをユーストリームで配信してしまおうというのが今回のイベントの趣旨でございます、はい。でバーチャファイター界の中でですね、僕は2、バーチャファイター1から2のドキュメンタリートキュヘッドというのを書かせていただいた以外の立場もございませんので、うん、はいはい、多くの人は俺に対しても誰やねんと、誰やねんいうのは多々あるわけでしょ、うん。でただ俺が、まあ、2年前に、アーケードゲーム業界に、戻り、まあ、はい、ミノロクとか八丁とかと一緒にいろいろと仕事させていただく中で、バーチャファイターに関しても取材を再開してきたわけだな、うん。俺は要は2の終わり以後を知らないんだ。あ、はい、だから3をちょっと触れたけど、でも3以降の流れ全然知らない、うん。だからその中で、シュウ君に知り合い、まあ、コさんのプレイヤーのシュウ君に知り合って、うん、シュウ君にみんなを紹介してもらって、うん、そこで再度取材をし始めて、現在に至るっていうことなんだけど、なるほど。やっぱりその、3から 3TV ってちょっと特殊で、うん、そこだけをやってる人たちっていうのがすごくいたわけだ、ほうほう。要は4、5に流れてない人間たちがいるわけ、うん。だから俺は知らない人たちすっごい多いの、うん。その中で紹介してもらった男の一人がこのゴリラ影助という、ゴリラ影助、まあ闘撃プレイヤーでもあり、要はその仙台勢としてバトファイター 3TV を牽引した人間でもあるんです。あ、はいはい、誰もが言うのはあいつだけが動きが違う、うん、まあ、要はエスケープっていう問題、エスケープボタンっていう問題も含めて、いろんな要はアンジュレーションを使った上で4次元殺法みたいなもんだよね。4次元殺法だな。2D 対戦ゲームとしてのノリではなくて、本来本当の意味での 3D 対戦ゲームということを多分彼だけがやっていたんではないかということだと思うんだけど、俺は見れてないわけだ、当時は。当時をね、うん、で同時に当時の録画環境っていうのは、あ、まあそうだよね。そうそうそう、今みたいに基盤から抜けるわけではない、うん。限られたお店でしか録画できない。そう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 。で、VHS であるとかさ、まあいろんなことでちゃんとした映像が今残ってないわけだ。うん、だから見ることができないとかさ、うん、いろんなことがあるので、ちょっとやりたいなという話をちょこちょこと、まあ、まあ、影助だったりとか、うん、あと、まあ、コさんのプレイヤーである、まあ、バーチャ界の中ではやっぱり一番、まあ、そのいろんな人との付き合いの強いシュウ君、うん、シュウ君ちょっといろんな事情でね、ちょっと顔が出せないから今ここのワイプで隠してるんだけど、ワイプで隠してますけど、ね、でシュウ君に相談して、ちょっとじゃあやろうかということになって、な、はいはい、9月14日でやらせていただくことにしましたと、うんうん。で俺はね、ちょっとね、この男を知ってほしいんだよ、ミノロ君。あ、はいはい。で俺は去年、2年前にシュウ君に紹介してもらったっけ、うん。もう一人仙台で、ゴリラ影助と一緒にやってた、ダビラという男がおるわけでしょ、うん。でダビラという人間をシュウ君が紹介してくれると、うん。で俺新宿で飲んだと、3人で、うん。でシュウ君が、いや仙台の人間紹介しますから、うん、ああなるほどと飲んでたわけ、うん。そしたら、いやちょっと俺が全てを語れないと、仙台を語るんだったらもう一人必要だと、うん、ゴリラ影助という人間が必要だと、うん、今呼んだんでこれから来ます、え、仙台からみたいな。仙台から。
で仙台から仙台からマジでで仙台から来たって言ってさ、で新宿で飲んでて、俺とシュウ君とダビラっていうのダビっていうのと3人で飲んでたって、うん、そこにじゃあ今呼んだんで来ますからっつって、で来たんだよ。で来てもう会って、まあ初めましてじゃない、うん、そこからもうゴリラ影助のもう自己アピールはすごいわけです。あ、なるほど。フルボッキだからね。フルボッキで乳首ガチガチにさせながらもうバーチャーファイター TV の手でも俺にもういかに愛情があるかって TV の話ですよね。相当話しますよね。あれは熱かったよね。で実際さ TV というか3だ、まあバーチャーファイターだよ、うんうん、バーチャーファイターってどういう経緯でやり始めたんですか。バーチャーファイターはですね、うん、バーチャーファイター3、うん、当時中3だったんですけど、その時にたまたまゲームセンターに入ったんですよ、うん、もうその時点で俺が聞いてる話と違うけど。ああ、すみません、うん、あね、うん、ワンチェーンの時にバーチャーファイタープレイヤー鉄人とかが、うん、要はトゥナイトとかさ、出てたね、アサヤンとか出てたかね。それを見てもう興奮しちゃった。なんだそれ。ゲームが強かったらこんなに。テレビ出れんのかよ。やばいじゃん。まずい。で、バーチャーファイターをやり始めるわけだ。うん、2なんだけどさ、当時。で、やるんだけどさ、中学生、金がない。うん、追いつかない、うん。どうしよう。中学3年生だよな。中学校3年生ですね。バーチャーファイターを封印しました、この人。お、お金がないから。お金がないから。1年間。うん、高校生になるまで、うん、ムックを読み続けました。ムックを読み続ける脳内にバーチャルなバーチャファイターを作り上げるんです。バーチャルなバーチャファイター、うん、なるほど。それでずっと延々攻略をしてた、うん、1年間脳内にバーチャファイターを作ってしまったんです。基盤いらずもう脳でやる、もう脳でやる、フレームも頭に叩き込んで脳内でもう対戦できるね。あれ出されたらこれかなみたいな。バキ的なハンマバキという人間の、うん、最大の強さって想像力なわけだね。そうそうそう、あ、なるほど。家の地下で要は、ハンマ裕次郎、自分の父親を想像し、1分の1、人間と同じサイズのカマキリを想像しあらゆるタイプで、バキの凄さっていうのは、容赦ないわけだよね。普通は想像の場合自分より甘く見るわけだ、うん、だけれどもそこを徹底的に厳しく見ることによってバキはダメージを負ってしまう。ああ、なるほど。うん、厳しく見ることによって。なるほど。でだから、例えばカマキリでもいいや。で、いろんなタイプの動物を想像し、うん、ゴキブリになることも想像するんだけれども、うん、やっぱりそのハンマー裕次郎、自分の父との戦いっていうのは、要は自分が優位に立たないんだよね、うん。一瞬にして殴られて壁にぶつかって、壁がもう完全に自分の形でこう、ダメージを受ける。それが要は、ハンマーバキという人間の強さなんだけど、うん、まあ、俺がそのゴリラカゲスケの話を聞いたときですよ。まあ、バキより早いのか遅いのかはさておきだ。うん、リアルにいるんだ、うんうん、そんなことをしてしまう。そんなことをバキ、リアルバキが。バキ的な、うん、だったら別にそれはもうお金かかんないんだから一生そのままいればいいじゃん。いやで自分の中にエミュレーターを作ればいい、豆を作ればいいんだよ。だからバーチャーファイターをやり、俺豆みたいな感じで。だからバーチャーファイターをやり、同時にそのね、SNK ゲームをやり、いろんな基盤を全部用意して脳内で入れ替えてやればいいんじゃないかなって最後思ったんだから。で、1年間やりました、そんなこと。で、そしたらバーチャル、タイミングがいいわけだよね、うん、要は中学3年生卒業して高校生になったタイミングで3が出るでしょ。うん、そうっす。なるほど。本当タイミングが良かった、うん、で、高校生になりました。高校生になったら何ができる。バイトができる。バイトができる。お金ができる。うん、いやね、 F1 とかドリームでやってたの。あ、そうそうそうね。まあ当時ね、知ってますね。今ここの下にある、ここの1階にあるタイヤです。F1 から持ってきてる。あ、そうなんですか。だからミノルクたちが階段からこうやって上がらない。厳しい。やったって。で、高校生になったの。高校生になったら俺らかけつけて、バイトをし始めます。バイトをし始めて、バーチャーファイター3が出る。いや、これで俺は、もう本当にもう、有名人になれると思うからさ、ガチでやり始める。あ、まあそうだよね。だって、初先輩たちはツナウトとか出てるわけだから、ね。出てるわけだ。で、今までさ、自分の脳内に作り上げてさ、バーチャーファイター2っていうものをさ、覆すんだよ。覆す。2と3っていうのは大幅にシステムが変わってる。ボタンが4つになってることも含めて、いろいろと変わってるわけだよね、うん。で、それで本当に興奮したわけでしょ。もうやばかったですね。勃起が止まらない。勃起が止まらない。悲しみが止まらない。悲しみが止まらない。勃起が止まらない。すごかった。で、やり続けた結果ですよ。うん、まず、やめなきゃいけないことを考えたんだって。強くなるために。はい、まずね、私生活で、うんうん、あ、まず一つは、うん、犠牲にしましたね。強くなるために、うん、
時間が必要なの、うん、やり続けなきゃいけない、足んない本当に時間が、あね、倍、吉野家だよね、吉野家ですね、あ、吉野家でバイトしたんだ、はい、で、高校生のバイトで4万円稼ぐのって相当強い、まあそうだよ、4万円だよな、3万円だっけ、いや、6万ぐらい、6万ぐらいだ、だから仙台で当時時給いくらさ、時給650円、ああそうだよね、ガチでしょ、高校生はね、で、それがバイトバイトでどれぐらいの間に消えるの、いや、1日で、1万円は軽く、うん、軽く1日1万円、1日1万円、すげえな、ゲーセンそれだけで30万稼げるんだ、月につまり1人で、つまり6日間でバイト代はないんだ、そうだ、3週間またムック読み直して給料日まで、そうで、これをやっていて強くなれないなと思ったんだよね、なるほど、なんでかって時間に限りがある、うん、で、まず一番最初にゴリラカゲスケ君捨てました、何を捨てたかというと、何捨てたんですか、高校辞めましたからねもう時間がない、ない時間もないし、金もない、じゃこれもう辞めるしかねえなみたいな、学校なんて行ってる場合じゃねえよと、こんな面白いもんあんのに、俺にはトゥナイト、朝やんがあるんだよとそういう開けた未来がメジャーなろうかなみたいな俺が聞いてびっくりした、学校行ってるとバーチャファイターが弱くなる、弱くなるいやー、今日テンション上がるね来たこれ、ちょっとね、羽田さんとかね、吉峰さんにね、聞かせてやりたいね、こんな話。そうね。本当にそれぐらいあんたたち影響力あったんだよっていう話。しかもなんかバーチャファイターがうまいと、うん、なんかモテるみたいな。モテる。当時あったね。でしかも、多分ね、吉峰さんもね、ぶんぶん丸さんとかもね、うん、超モテたと思うんだよね。そうですよね。本当に。いや、あのね、ぶっちゃけてさ、ワンツー知ってるから、まあ、偉そうに言えるんだけど、バーチャファイターが強いと、モテるんですよ。モテたにモテる。だって吉峰さんがさ、これ誇張してないけどさ、女2人抱え両脇に抱えながらゲーセンに来てるのを見てたわけだから、うん、いやあんだけさ、それは10代に影響力ありますよ、うん、いやだってゲーム強かったらあんだけモテるんでしょ、でテレビ出れるんでしょ、そのためにはさ、何が今一番自分の中に無駄なかったのさ、学校行ってる場合じゃねえだろ、うん、何やってんの俺みたいな、うん、無駄な時間ですからね、学校行ってる時間っていうのやっぱりそのいわゆるそのロックバンドのためにギターを練習したいから学校辞めるみたいな、そのいわゆる昔ながらの図式が、うん、そうそうそう、ゲームにそのまま当てはまった男がこのゴリラカゲスケ、いやいい話聞いたな本当にそんなことやってるさ、俺初めて見たよ高校何年で辞めたの、ここ2年の前ですね。2年の2ヶ月ぐらいってやめる。2ヶ月ぐらい。もうずーっとバイトして、うん、バーチャーやって、そうでどん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 こう極まっていく中で、うん、もう一番まず無駄だと思ったのは、うん、学校行ってる場合じゃない。そう。な金もない、時間もない。時間もない。だったらもうやめるしかねえだろう。いや何やってんだ俺と、うん。学校行ったら弱くなるの。弱くなる。うん、なんで俺弱くなんだっけ、うんまあ、そこでなんかやっぱ思いましたよね。うん、なんか。やっぱ学校行くのってやっぱ甘えだなと思って、意味ねえな、甘えだなみたいな、甘えバーチャファイターをやる、そう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 、名言聞け、バーチャファイターをやる上で学校は甘えだ、甘え、やっぱね、こう親御さん泣かないですか大丈夫ですかみたいないやこれすごいねでもね、やるんだったらそこまでやった方がいいよ、うん、本当にそう、まあ、あのバーチャファイター鉄人と呼ばれている人間でキャサオというのがおりまして、キャサオと僕というのは北海道出身でね、で、まあ、同い年ということもあって、で僕とキャサオというのは高校中退で上京してるわけだ、うん、でただ別にさ、俺が上京してるのってさ、高校辞めて上京するのってさ、まあ、いろんな理由はあるんだけどさ、別にさ、ゲーム強くなるために学校行くのが無駄だから辞めたわけではないわけ、まあまあそうだよね、なんてピュアなんだよ、ピュアだこのピュア、うん、ピュア、もう極楽見えるまである、うん、そうそうそう、ビデオガール持ってるな、ビデオガールだね極楽だね、何の話だろう、極楽見えるね、極楽見える、さあ、池田君、はい、もう一つ捨てたものがあります、何ですか、バーチャファイター3を強くなるために、はい、見なきゃいけないものがある、うん、見なきゃいけないものがあるにもかかわらず強くなるために見なきゃいけないものがある、うん、それのためにこの人はもう一つの恋を捨てたんです、はい、何を捨てたんですか、強くなるために必要なもの、それは何ですか、いろんなものがあります、うん、フレームです、フレーム、フレーム、フレームを60フレーム、うん、まあ厳密に言うと若干違うのか、うん、それを見るために何を捨てたのか、うん、ゴリラ影助君何を捨てたんですか、あれ視力の話ですか、うん、あ、視
視力ですね。瞬きを捨てました。瞬きを捨てた。あのこのゲームは30秒なんですけど、厳密に言うともっと違うんですけど、うん、それであの瞬きした瞬間に技が来るじゃないですか、うん、技来る瞬間に瞬きするとあの食らっちゃう時があるんですよ。そのランダムだから、あの瞬きっていうのは。瞬きがランダム、ランダム。瞬きがやっぱランダムだから、あ、このゲームはじゃあ1試合ずっと瞬きしないで見る練習ですかね。俺ね、これ聞いた時に女優かと思った。やばいこれ、やばいねこれ。もうね、おかしいだろ。あの要はフレームをちゃんと見る、全フレ見るために必要なものっていうか、言うと、まあ、瞬きっていう行為はランダムであると、うん、人間の生理で勝手にやってるもので、そう、それによってシャッターが降りてしまうわけだ、うん、シャッターが降りた瞬間に相手の攻撃を見損なってるわけだ。なるほど。であるならば何ができるって言った時に瞬きを捨てようと。そんくらいシビアっすからね。バーチャファイター3は。でも瞬きしないんですか。瞬きしないです。たまにしかしない。当時ああの終わっラウンド終わったらすぐパチパチやって、パチパチやって水分補給して。当時の視力がいくつだったんだっけ、一番最初。当時は瞬きしてる前 2.0 です、うん、でそれが現在は、はい、0.03。 すげえ。知らなかった。瞬きしないと視力って落ちるんですね。落ちます、ね、この話俺ノーコンキットってのが去年あったじゃない。で、バーチャファイターの会の監督の沖田監督っていうのがいるんだ。で、バーチャファイターのことを教えてくれっつって、いろいろとこういうバカ話をしたわけですよ、うん、で、ここに今バイクで隠れてるけど、シュン君っていうのは、テンスアニバーサリーって10周年の DVD、映像化を作ってるんだね、うん、それは、ルパンコチマたちと一緒に作って、あれの映像ですね、うん、で、まあ、10周年、バーチャファイターのプレイヤーたちの10年を追いかけてるっていうさ、うん、のを見せたりとかしてたのよ、うん、この時にゴリかけの話をしたのよ、俺。要はバーチャファイタープレイヤーたちってのは基本的に頭がおかしいですか。完全にイカれてるじゃないですか、うんうん、でどれぐらいイカれてるかっていうことを分かりやすく伝えるために、瞬きを捨てましたって話をしたわけ。そしたら沖田監督すっごい受けちゃって、それさ、脚本に追加しちゃって、ノーコンキッドの中でさ、キッドが瞬きしないってそこなのよ。要はゴリかけがオリジンなの。なるほどね、うん、ノーコンキットの制作にもそのエピソードが若干響いていると、うん、だから俺初対面の時にゴリラ影助に聞いたのは、要はその喪失、失った、要は自分が要はバーチャファイターを強くなるために捨てたエピソードを聞いたわけ。それは一つは学校、高校に行ってる場合じゃない、うん、もう一つは瞬き。生理現象をも超越し、うん、バーチャファイター3に受け打ち込んだあの青春の日々、うん、まあその話を聞いた時点で嫌いになる理由はないよ。ないよね。ないよね。すげー。これ俺がこれがゴリラ。金になるぞこれ。ただで流しちゃダメだろこれ。金の匂いがするぞこれ。いやだからこれすごいでしょ。うん、これがゴリラ影助という人間がすごどれだけすごいかということが分かるエピソードです。僕が知っているね。すごくこれね、うん、吉江さんとかで、ね、分かってないよね、うん。こういう人を作ってる。作っちゃったんですよね。影響が、そう、分かってないから、ね、ノーンと渡辺作ったりするじゃないですか。分かってないんだよね。ダメだな。うん、取りかけの瞬きというか視力を失わせた理由は彼らです。本当にこれもこのメガネももう分厚くて分厚くて。どんだけ金かかんだよって話だよね。全然目見えないですからね。全くダメ。見えない。本当に見えない。あ、視力 2.0 が 0.03 までに落ちるプロセス。たるや。鈴木優にも伝えたいね、うん、あでそれでまあまあ散々バーチャファイター3をやり続けて、うん、でまあ仙台を牽引し、仙台でまあ要はまあ仙台にいながらも地方格差をなく東京の人間たちがドン引きするぐらいのプレイスタイルを見せ続けたわけ、うん、でそれでまあ当時の人間たち、まあ、なんだかんだ言って最終的に東京に遊びに来るようになるじゃない。まあそうね。で東京にいっぱい来るようになり、で東京でまあいろんなまあ住む環境も当時はね、うん、まあ、あるわけだ、うん、でちびたくんとかと一緒にずっと遊んだりとかしてたわけ、うん、そしたらこいつさ仙台に帰る金なくなっちゃったわけよ。あでしょうがないからってさ帰る金であの稼ぐためにホストクラブで働くわけ。ホストクラブ歌舞伎町、いや池袋、池袋ですよ、すげえなっていうのが、あね、これあれだよ、グレてるとかじゃないんだよ、ゲームをしてるんです、ゲームのためにね、ゲームの話です。そうだよね、うん、あこの、いわゆるそのバーチャが好きゆえにさ、効率とかも全て考えられるわけじゃないですか。
だから、まあ、北斗クラブか、そうか、時給いいなみたいな、もうそういうのおりでしょ。もう本当、もうシンプルですね、基本的には。なるほどね。まあ、なんで北斗クラブなのか知らないけど、電車賃稼ぐために。そうそう。でも、マグロ漁船とか乗っちゃうと、バーチャができないじゃない。そうなんだ。それだと本末転倒。それ、うん、だったら池袋でバーチャ3が動いてる環境の中で、うん、近いところで一番時給の高いのは何、ホストクラブなんじゃんとか、多分ゴリラ駆けつけ的にやっぱ計算してるんだと思うんだよね。それは計算したの知らねえけど、微妙に少ないコンピューターで少ないコンピューターでというのを一番最初俺は初対面で聞いて、翔くんに紹介してもらって話を聞いた時に、なんでイカれてる人間がいるんだと、こんなピュアな人間はなかなかおらんぞと、おらんぞというので、ある種感銘を受け、でまあ人間性がに惹かれで、うん、まあ東京に来るときに何度か会って飲んだりはしてたわけ、うんうん、でこっからがさ、この大会を始めるに、そうですね、大会のこと忘れるぐらいの パンチ力のある話でしたよね、うん、あね、帝でね、本当にね、考えた方がいいよ、こんだけ本当にやってる人間がいたからこそ、マージャンファイターのトップのトップというか、あの上から数えた方があの早い立場にまで行けたんだからさ、まばたきをせず、まばたきすんな、まばたき甘いっすよね、まばたき甘い、甘い、すいません、まばたきをしててごめんなさい、ごめんなさい、っていうのがあってさ、で、俺、去年か、ノーコンキッドのちょっと前ぐらいかな、仙台遊び行ったんだ、仙台のプレイヤーたちにも会いたかったってのがでさ、で、会いに行ったっけ。で、1日目会ってさ、夜飲んだりしてたんだけど、翌日さ、かげすけ電話くれてさ、車でいろいろと案内してくれたりしたっけ、はいはいはい、でさ、バーチャープレイヤーたちといる時もさ、まあ、夜に大抵普通、今だったら俺らね、やっぱ酒飲んだりするので夜にしか会わないじゃない、うん、で、かげすけがさ、日中俺がホテル出た後に連絡くれたわけ、で、車で迎えに来てくれた。昼間会うのってなかなかないからさ、どんなもんかなみたいに思ってたらさ、なんかね、暗いんだよ。あ、暗い、うん、なんかね、それはどんよりしてんだよね、うん、なんだろう、で、まあ、俺に気遣ってくれたりもするんだけど、うん、なんかこうテンションがアッパーじゃないんだ、アッパーじゃない、なんかちょっとなんかこう落ちてる感じ、うんうん、まあ仙台こんな感じですからね、うん、なんでそれは、うん、なんかね、なんか別にこう弾けないんだよ、弾けないの、うん、で、ああ、そうか、かげすけって日常のテンションでこんな感じなんだ、うん、と思ってたらさ、どうでもいい話をしていい、こいつの妹から電話かかってきてさ、こいつの妹ってのはまだ行かれてるわけじゃん、行かれてる、なんていうペンネームだっけ、あのペンネーム、ペンネームというか、うん、あの桃左衛門です、桃左衛門、仏教ラッパー桃左衛門っていう名前の高校生なんだよはい、何それ、何やってる人なんですか高校生だよ、高校生やろまあいいや、女子高 JK、 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 うん、家にガが出たからちょっと殺しにしてくれ兄ちゃん倒してくれ、兄ちゃんだったら倒せるでしょ、まんばたきしないんだからっていう電話がかかってきて、あの倒しに行ったりとか二人でしたとかさ、それどうでもいい話だなでね、いや、あの時はありがとうございました、いやガを倒しに行ったんだ、モスラを早かった一瞬、おらおらそれ、まあ面白いんだけど、まあいいや、ね、で、うん、その日夜飲んでたの、うん、まあ、俺帰りまでちょっと時間あるからってさ、こいつとかと飲んでたんだけどさ、うん、暗いの変わんなくてさ、うん、一番最初に会った時のテンションと違ってさ、うん、暗いわけでさ、ただポツポツ喋り始めてさ、要はバーチャファイター3だったり 3TV っていうのが自分の青春だったと、うん、あんだけ面白い日々はなかったと、うん、それが全て終わった後、まあ4やったりもしてるわけで、ここでも実際強いしさ、うん、だけれどもこう本当に今、うん、なんで生きてるのかがわからないか、ああ、俺の視力を失わせたバーチャ 3TV は今、うん、メインストリームにないと、ないですね、失ったものは大きいです、ね、取り戻せないし、うん、で今まさに大塚義地に、うん、2013年、うん、4年、4年か、うん、で、あ、2013年、まあ、13年ね、どうにかなんないですかねっていう話をした、どうにかなんないですかねとか、要は本当に、うん、あの死のうかなって思うんですよってバカを酒飲みながら言うわけで、これはあかんと思ったんだよ、さすがに、なるほど、何も楽しみがないですねゲームのために生きてきたのに、やりたいゲームが、もう燃え尽き症候群っていうんですか、燃え尽き症候群、本当にやりたいゲームはゲームセンター行ってもない、家にもない、ないで、俺はどうすればいいのかなと、いろいろやったんですよ、スト2とかばあちゃんの特典とかもやったんですけど、埋まらないですね、このその溝は埋まらない、本当に埋まらない、あダメなんですよ、TV じゃないと、TV じゃないと、3TV じゃないと埋まらないです、埋まらない、
いうことで、でそれが要は稼働しなくなった後の人生、まあ、今も仕事はしてるけど、仕事をして仙台におりますわ、けれども何で生きてるのか、何のために生きてるのかわからんと、うん、でそこを真面目に考えると死にたくなるんですと。ああそこをね、その巣に帰って人間的な話をしてしまうと死にたくなると、うんうん、いやあんねやっぱりさそんなこと言われてもと思うじゃん俺もまあそうっすよねで仙台から俺帰りで、その話を習君としたわけですよ。ああなるほど、こんなことになってるぞと、うん、それやばいですねと、それやばいですねいう話をずっと しながらさ、うん、俺が、まあ、バーチャファイター3というか 3TV って本当に、まあ、ゲームとして触ったこともなかったし、うんうんうん、ドリキャス版しか動いてないゲームなので、うんうん、ちょっとやってみなきゃっていうことも含めて、うんうん、うちの事務所で稼働させたわけだよね、あ基盤をね、そうそうそう、アストロで、うん、でそれでまあシュウ君が来てくれたりとか、いろんなプレイヤーたちがチビタとかも来てくれて、だからみんなやっぱ久しぶりにやるゲームだから楽しくて、うん、でまあ人数盛り上がって小さい大会みたいにまあ飲みながらやったりとかしてたわけ、うん、で影助はもう来たい、うん、そんなそれこに俺が行かないとおかしいみたいな、おかしいだろしょまばたきするなんですよで今年の頭か、うん、いつだあれ年末、年末、あ年末です、ね、年末か、はい、事務所に来て、うん、でやって今20人近く集まって掘りかけ入ってやったわけ、うんうん、まあ大いにも盛り上がって近隣からクレームついちゃった。ああ会社なのにみんな飲みながらやってるからうるせえうるせえみたいな感じ で俺からするとうるせえってなんだよ、うるせえってなんだ、こっちは真剣なんだよ、こっちは真剣なんだよ、お前まばたきしてんだろこの野郎ってなるわけ、まだお前余裕があるなまばたきしちゃうかってこの野郎っていや、でそれが別に俺全然クレームつき言ってる子に関してはどうでもいいわけ、ただそんだけ盛り上がって、うん、で俺が、まあ、楽しかったわけだよね、影助にそれを提供できたってことが結構嬉しかったわけ、うん、ああよかったな、うん、そしたらさこいつさ、俺は結構要は楽しかったよね、みんな集まってよかったんじゃないのって、お前もすっげえ元気だったしよかったねと思ったら、うんうん、後で返してきたのは、あの日終電で一人一人帰ってくのを見て、うん、夢が覚めていくようでとても寂しかったです、祭りだと本当にどうしようもない気分だったんですよねなんか祭りの後の寂しさ、あの寂しさったらもうないですね、軽や本当に寂しかったな、一人一人帰ってって俺さ、よかれと思ってやったのにすごいダウナーなメールが来るわけだよな、そうっていうのがあってさ、これどうしようかなと思って本当に面白かったですからね、まあね、大会したらすごく盛り上がったし、いや実際さ、俺は当時いないしさ、で同時に映像もちゃんと見れるわけじゃないし、そのシュウ君にいろいろと聞いたり教えてもらったりとかしてワクワクしてたわけで、いろんな人たち来てさ、まあ本当初対面の人間も多いし、それがやって、でしかもさ、その当然さ、なんだろう、当時から13年ぶりにやるゲームだからさ、動ける動けないみたいなのあるけども、うんね、やっぱり大人としてやっぱり楽しむわけだよ、うんうん、でそれを見てたらさ、こっちも嬉しい気持ちになるしさ、で影助は影助ってさ飲まねえんだよ、飲まねえんだバーチャルのために、そうで、なんで飲まねえ場合じゃないの、酔ったら本来の声できないんで酔ったら甘いじゃないですか、酔ったら甘い時間の中で、うん、ウーロン茶持ってこいと、そう本当にもったいないっていうのずーっとさ、ある種正座さ、一番最初からで、それでさ、実際大会やってさ、優勝したんだよ、優勝ね、まあおめでとうございます、うん、で、よかったなと思って、で、俺はシュウ君と一人の命を救ったと救ったよね、つって思ってたわけ、うん、そしたらだよ、もう一人、その後一人一人帰ってくるのが本当に寂しくて辛かったと、うんうん、あれはいう話をされてさ、うん、どういう気持ちでこいつ仙台に帰ったんだろうと、あの祭りはもうないのかなとか、うんうん、どうだったの実際あの後仙台戻って、いやあの後はもう、まあ、失恋した後みたいなみたいな、あどうしようかな、失恋したったらもうレベルがもう生ぬるいです、仙台生ぬるい、もっと、うん、なんか最愛の人が亡くなったぐらいの気持ちでもう悶々と言ってますよね、うん、そっからは良かれと思ってやったのに、やったのに辛かった、逆に辛い、楽しかった反動があんな寂しい気持ちに、うん、
また死のうかなみたいな、うん、もう行くわけです。もういいかなみたいな。いかない。高校生活まばたきと同時にまた一つ失ってしまったです。また失ってしまった。その良かれと思ってやったものがきっかけにね、うん、すごい寂しさを覚えてしまったと思いましたね。でそれでシュウ君と話をして、うん、でまあ一つあるのはもう。うちの事務所で TV を動かしてみて、で、まあ、今池田もさ、事務所来て TV やったりしたじゃん、うん、で、うん、面白いなって話になった、うん、面白いなって今2014年にその知らない人間やっても面白いよねみたいな話が一つあって、うん、それと同時にバーチャルプレイヤーたちで今やりたいって人間が結構いると、うん、いうことで結構人数が増えてきてる、うん、でもうちの事務所でやるのももうそろそろ限界だな、うん、それと同時にゴリラ影助がこのままだともこのままだと本当に死んでしまうな。このままだとちょっとまずいかな。人間的に限界来ちゃうんじゃないかっていうところで、うん。で、そういう状況を総合していろいろ考えたって、シュウ君に話をしたら、シュウ君もさすがに、このままだとゴリカゲが死にますと。人の命は救わなきゃいけないと思います。いうことで、じゃあ分かったと。なるほど。人道的見地から。人道的見地からこの大会は企画されていると。で、要は、じゃあやりましょうと。で、いうことで今回こういうことになりました。だから今回ここに書いてるでしょ、主催、ちょっと見えるから分かりづらいかな、うん、主催は、まあ、当然我々なんだけれども、主催はゴリラ影助の命をつなぐ会ということなるほどね。つまりこれはゴリラ影助の命を救うための救済企画なんです。バーチャー 3TV はゴリラ影助を救う。なるほど。ということで今回、まあ、当時のプレイヤーたち13年ぶりに、皆さん集まっていただいて、で同時に、4年稼働したゲームなんだけど、うん、97年から4が出るまで、ね、そうで4が出たことによって、まあ、強制的に入れ替えをされてしまってるわけです。だから、まだまだのりしろは、うんうん、攻略的なこともそうですし、プレイヤーたちとしてもまだまだ遊びたいって気持ちがあったんだけど、うん、強制的にやっぱり変えられてしまってる、うん、なるほどなるほど。でその後に、うん、要はドリームキャスト版しかないので、うん、まあ、ミロクにもこの間教えてもらったんだけど、要は移植が非常に面倒くさい、うん、っていうタイトルなので、ね、やれないと、うん、だから、本当に13年間やれないっていう状況が続いてきたの、うん、まあ、ドリームキャスト版もやっぱアーケード版に比べるとちょっとやっぱり、うん、まあ、違いますね、移植度がね、うん、やっぱ高くないっていうことで、っていう状況を総合して今やるべき、やるに値するだろうなというところがあって、で同時にこれをやらないと、一人の青年が死んでしまう。一人の青年が死んでしまう。死んでしまう。ということで、今回こういう形で、うん、大会を企画させていただいたと。はい、で、シュウ君と話をして、やっぱりここは、まあ、当然俺なんか無名なので、俺はプレイヤーではないし、で俺の名前を出したところで、まあ、知らない人も当然多いので、でシュウ君にブレインドして、当然付き合っていただきながら、最終的な、まあ、その、矢倉の上に立つのはこの男と。なるほど。なぜならば。この男はバーチャファイター3、バーチャファイターが好きすぎて多くのものを失ってきた。失ってきた、捨ててきた。人生を生きていく上の、うん、中で、うん、多くのものを捨ててきた、うん、なるほど。彼しかいない。彼しかいない。彼こそプロデューサーということで、うん、はい、今回の企画が成り立っていると。多分俺は今回の大会で影助が優勝した瞬間に影助は、目の線が切れます。バシンバシンって切れて血の涙を流します。血の涙だーってブラッティティアーズ、うん、流しますね。北斗の拳におけるレイみたいなもんだよね。レイみたいなね、なると思うね。でそしてもう俺はもう見えないんやっていうね。何も見えへんやっていうね。なるほど。最後間に合ったって言われちゃう。間に合ったで、だからその基本的な話をさせていただくと、うん、このバーチャファイター 3TV ワールドカップ2014は、まああれか、配信イベント、招待選手は招待制の配信イベントっていう感じなのかな、うん、ここはじゃあちょっとシュウ君、そういうそこにいた時ちょっと話してもらってもいいかな。そうですね、まあイベント自体がまずまあ、ミカドさんじゃなくて、場所はもう言っちゃって、大丈夫です。まあ、新宿のネイキッドロフト。ネイキッドロフト、ああ、なんだっけ、食安通り、まあ、そうですね、食安通り沿いの、はい、トークライブハウス。そうですね、トークライブハウスで、まあ、やるんですけど、まあ、キャパ的にちょっと、まあ、それほど多くの人
人が入れる、まあ、スペースがないので、まあ、今回は、まあ、人数を絞る形で、うん、配信イベントっていう形で、まあ、やらせてもらいます。まあ、第1回目っていうのもあるので、まあ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 、こっちとしてもね、どれだけこう反響があるのかっていうのは分からんもんね、やってみないことには。で、まあ、ね、帝さんでその稼働させてみたら、こうあれよあれよとこう増殖していくと、増殖という、まあ、今反響はまああるんですけれども、うん、まあ、でもこれでね、またじゃあ俺もやりたい出たいみたいな人がいれば、当然次にね、つながっていく話も、ね、もう俺らが考えた時は分かんなくて、結局もしかしたら溢れちゃうかもしれないし、逆に来ないかもしれない、うん、全然来ないかもしれない。で、そうするとやっぱりその場所が借りてやるのって結構難しいから、まあ、リスクあるしね、やっぱ借りるのお金かかるしさ、うん、でネットでどんだけ告知して来てねっつっても、当時の3とか 3TV のプレイヤーってまだ、要はその今どれだけネットにアクティブかどうかっていうのも、うん、まあ、分からないしね、辛いところもあって、うん、で、シュー君と話をして、招待制っていう一つレギュレーションでやりたいというか、やるのがいいだろうと、うん、で、そこは客観的に当時の当時のバーチャー 3TV、まあ、今回 TV だから、うん、TV に影響力のあった人間を上から抑えていくという形で、うん、招待させてもらっているということで、で、当然俺はプレイヤーを知らないので、うん、まあ、シュー君の方に全部お願いしながらやっている、うん、まあ、一つ一つ、そのいわゆるその有名プレイ、S 級、A 級と言われるプレイヤーを当たってみて、出てくれる人を呼んでいった、うん、もう超人墓場を掘り起こすという起こすっていう状況をまず一つ作って、で、今回やらせていただくと、うん、で、もう要はそれだけで参加者というか招待選手だけでもキャパオーバーになって、まあまあ、そうね、キトロフトはそうだよね、ギリギリになってるので、うん、ちょっと一般のお客さん入場させ、もう余裕がない、そうなん、来ていただいても本当申し訳ないけど、お断りしなきゃいけないんで、今回だから郵送で完全に無料で配信、無料で配信していくと、うん、そうそう、いう状況にしたと。そんな企画が決まって、じゃあミカドでバーチャー3を動かすかっていうような大塚くんの提言があったという今の流れになっている、うん、結局要は13年ぶりに、13年ぶりの大会だからさ、影助もそうだけど、要はやってない、いいわけだ、うんうん、練習する環境もないしね、うん、で、練習する環境、バーチャーファイターといえばどうしたって、要は、まあ、もともと町田にあるアテナ、ビートライブカップ、うん、バーチャーファイターレギュレーションというものが存在して、要はバーチャーファイターに強いゲームセンターっていうのがずっとあるんだけどさ、うん、そこで今バーチャーファイター 3TV を稼働させてくれって言ったところで動かしてもらえるものではないわ、なかなか難しいよね、うん、で、同時にそこで動かしてるのは、バーチャーファイター 5FS なわけで、まあ、現役の 5FS があるわけです。で、FS をやっているプレイヤーたちからすれば、TV を やってる場合じゃないん。そうだよね、うん、それによって感覚が変わってしまうから、いや、まあ、ルールが全然違うゲームです、うん、だから操作ゲームもそうです。実際シュー君もは両方今やってるけれども、この間も結構危なかったんだって、うん、やっぱり、まあ、エスケープボタン押しますよね、今ないけど、あれないそうっていう状況が生まれたりするので、昨日もマスクド・ヒジテスというプレイヤーにも言われたんだけど、TV を上手くなるんだったら FS を捨てざるを得ないと。そこまで違う、うん、そうだよね、ボタンが1個あるかないかじゃね、やっぱそこまで違うんでしょ。違いますよ、うん、もう全然違う、感覚が全然違う。逆に言うと、そのトップでいるためには両立が難しい。タイトル厳しいですね、バーチャファイターシリーズは、うん、やっぱそうだよね、できないですね、うん、だから戻してもらうために、で、まあまあ、そのバーチャーシリーズをやり続けてるプレイヤーと TV しかやってない、うん、まあ、3TV しかやってないプレイヤーっていうのが結構いて、うん、それが今要はここで稼働させたらやっぱりかなり面白い形で戻ってきてくれてる、うん、なるほどね、うん、っていうのが帝的なことで言えば今週1週間の状況ではある、うん、なるほどね、まあ、いわゆるそのバーチャー 3TV をね稼働させた途端にやっぱ人が足りない、台が足りないと、待ってる人が多すぎると、はい、あのね、台が足りないぜってね、ぶっ殺したのかなと思って台が足りないぜじゃなくて台が足りないぜって言われるわけで、そうそうそう、で、それで、まあ、2台3台と今3台動いてるんだけど、で、4台目あるかっていう話まで今来てるんですよねまあ、インカム自体もおかげさまで結構良くて、ああ本当プレイヤーの皆さんに頭下げる状況なんですけど、ありがたい話なんですけど、うん、だからちょっと異常だなと思ってて、そこまでみんなを駆り立てるモチベーションもそうだし、うん、あとやっぱその4とか5に乗れなかった人たちが戻ってきてるって話を大塚君から聞いて、うん、まあ、変な話、無名の猛者ですよ、うん、すごくそれってゲームセンターらしい状況なんですよ、うん、本来ゲームセンターが持ってる魅力、知らないやつ戦うって、うん、知らないやつ戦うってどんどんこいつっていう、地方遠征とかの文化っていうのはそういうものがあるから生まれたわけで、
それが今ミカドで発生してるこの大会をきっかけにね、すごく興味深い事例だな2014年に。いやすごく俺はそこは面白く 見させていただいてるんですけどね、っていう感じは今するね。うん、なんかこう周君とかいろんな周君にいろんな人たちを紹介してもらいながら、その地道にずっとそのバトファイターの歴史を追っていこうという取材をしていて、で、まあ、いろんな人たちと知り合ってはいたんだけど、なんかそういうことの中で生まれた、なんだろうな、まあ影助に会って影助の話を聞いて、でこれからどうしてあげたいんだろうみたいなさ、そのこちらの中でもいろいろと考えるわけだ。その何か面白いことができるんじゃないかって、そういうことと俺が帝と付き合って、やってきたことみたいなものが一つ、あの思った以上に合致してきたっていうさ、それと同時にもうバーチャプレイヤーたち、バーチャ勢が来るっていうこともすごいけれども、それ以外にバーチャ勢が知らないプレイヤーたちがこんだけ溢れてるっていう、マジでサンセットで後ろにベガ立ちの人間たちが待つっていう状況でさ、生まれたっていうのは一つ事件だなと思うので、ね、なんかここは面白いかな。すごいことっすね。来てますよ、3TV。TV 来てよ、ね。他のお店でも稼働始まってるところもあるし、まあ、ミラクルドームとかね。そうっていう状況が一つ作れたっていうのが面白いかなっていう。2014年らしいよね。2014年らしいね。結局新作もないしメディアもない、この2014年といういわゆるそのゲームストが潰れてアルカディアまでの空白期間みたいなのがあるじゃない、今ってまさにその状況で、アルカディアには悪いけどね、でもあそういう状況の中で、なんかその今一度こう 3TV に立ち返るというか、まあ、5FS 以降がバーチャファイター出てないっていうのもかなりあのポイントになってるところだと思うんだけど、そこに人が今こうやって帝に集まってくれてる、でこの大会がある、じゃあちょっと一丁やってみるかっていうモチベーションになってるっていう、そのゲームセンターの在り方にも関わる営業、ね、今のゲームセンターの営業在り方にも関わるいい企画、そしてゴリラ影助のね、やっぱその思いが今まさにここに集約されてるんじゃないかなっていう気は僕もしますよね。だから1999年のゲーメスと8月にゲーメスが休館してからブランクがあるわけだ、アーケードゲームのメディアが1年間、半年か、ないわけだよね。その時に生まれたタイトルっていうのはさ、サードストライクもそうだし、まあまあブリキもさっきやってたね、ブリキもそうだし、バージョンファイター3っていうのもそういう意味で言うと、ちゃんと持ち上げられてない、まあまあムックとか出てるんだけど、まあ、あのちゃんと最後までは終えてないんだ。そうだね、ゲーム勝敗もない。そう、で、投撃っていうのが始まった時にもう4エボだから、大会での盛り上げも実はできてない。じゃあ実は 3TV もゲーム勝敗はないってことなんだ。そうなんですよ、セガの公式のシングルスのトーナメントも全国はなかった。なるほどね、 TV ではないというね、はい、だから TV シングル戦でトップを決めたことはないんです。なるほど、じゃあここいろんなそういう要素が合致して今回、3TV ワールドカップ2014って形になってるってことだね。だから俺からすると、まあ俺はプレイヤーではないし当時は知らないので、俺からすると要はみんな事務所で大会とかやるときに俺の方が強い、俺の方が強いって言うわけ、でもさ、はっきりしないんだよね。はっきりしない、ですね。そうだ、みんなはみんなで各々やり込んでる歴史っていうのが自分の中であるわけで、まあ一人はこうやって視力捨てて学会をしてるやつもいるけれども、でもみんなはみんなやっぱばあちゃん自信がある人間ばかりだから、俺やべえっすよ、俺ちゃってるやってやつがやっぱあまりにも多すぎて、だったらちゃんとトップを決めればいいじゃないかっていうのが俺の考え方だ。いい話だね。いい話だね。シンプルっすね。シンプルでしょ。いいね。じゃあ僕はちょっと公の場でね、まあ、今回ネイキッドロフトの配信という形になればなるけれども、3TV ワールドカップ2014、じゃあ最強の 3TV の男を決めたいから、決めたいというような趣旨で行われるっていうことなんだね、で、俺と周君が心配してるのは、この男が1回戦で敗退したら死んでしまうってことだね。まさか1回戦で敗退したら多分自殺をすると思います。それはねえだろ。で、同時にもう1個あって、はい、優勝したら死んじゃうんじゃないかな。死んじゃう。準優勝ぐらいに誰か収める。コンパイの線抜いてる。着地点はその辺。着地点はその辺。っていう悩みがあって、ただやっぱり、人の命をつないでいきたいかなって感じで、ゲームまあそういう意味ではさ、そのゴリラ影助的に感覚でものを言うとさ、人生ってなんだよと、ゲームってなんだよっていうところまで深い大会ではあるよね。たまたまバーチャル 3TV っていう題材ではあったかもしれないけれども、そのいや、こ
この大会終わったって多分影助さんは寂しいと思うんですよ。いや本当ぶっちゃけ帰り本当に寂しいですね。食安通りが多分もう北斗の拳みたいなああいう状況に多分一人見えてる形になると思うね、うん、仙台まで。あ朝とりあえず一回帰るんですけど、うん、そうでしょ、うん、もう多分もう本当新幹線の中では本当にどうしようもない気分でしょで今のままだとそうじゃない、うん、だからそこをやっぱ影助さんがどうするかっていうところまで注目してほしい。格闘ゲームの駆け引きとは別にまあ、命を繋いでいかないと、ね、命を自分で繋いでいけるかどこまでも見てほしい。帝にさ、その週末だけ来るさプレイヤーって地方から来るプレイヤーってすっげえ多いけど、みんなそんな気持ちだったらさ、まあ、お前どんだけの人間の命繋いでんだよって話なんだけどさ、まあ、ない話じゃないです、ね、ない話じゃないからね。そうなんだよね。分かった分かった。じゃあというわけでね、バーチャファイト 3TV ワールドカップ2014、はい、うん、2014年9月14日配信時間は19時30分から22時30分までということで、うん、オフィシャルサイト、あの今上に URL 出てます。配信の URL とあのどっかチェックして皆さん、うん、当日は張り付きで注目してほしいが、はい、うん、それまでは帝さんでとりあえず、3セット、もしかしたら4セットいくかもね。で、毎日、平日でも夕方以降は相当なプレイヤーたちがいる。日中でもね、あのもいる、かなりいる状況なので、バーチャー3勢はちょっとすごい職業何なのかなっていうぐらいみんな朝から来てくれてるんでね、遠征すごいしね。うん、ぜひちょっと帝にね、よかったら宣伝になってください。いやでもね、本当にやってない人でもやったら面白いゲームだと思う。今2014年やるに値する面白さがあると思うし、そうだね、うん、楽しいゲームだと思うのでみんなやってほしいなと思う。そうだね。で、最後にまあサプライズというか、まあ一応今回はちょっと、あ、そうだ、分からなかったんで、まあ、招待制っていう形、うん、はい、シュウさんと大塚君でちょっとあの、うん、まあ、微妙にちょっとビビリーなイベントになっちゃったのはちょっと、まあ、致し方ないところで、うん、なのでですね、9月の15日の15日だっけ、月曜日でしたっけ、そう、はい、9月14日の大会の翌日、15日、祝日なので祝日の月曜日に、はい、ミカロで 3TV 大会やります。やります。やってやります。要するに今回招待制で僕らのイベントやってるんだけど、翌日、完全にオープントーナメントだ。オープントーナメントやりたいと思います。シングルでやります。シングルで、なのでもう本当に来たい人はみんな来れば、そうですね、来ればいいのさ。まあ、このワールドカップの高野祭的な楽しみが、15日の祝月にね、うん、楽しめるということで、招待されなかった猛者たち、うん、無名の猛者たち、うんうんうん、バーチャルの SQ プレイヤー4-5のね、うん、もう誰でも出てきてください、うん、オープントーナメントやらせていただきますので、ぜひご参加よろしくお願いします。おそらく17時スタートとかになると思います。OK。はい。はい、ミカドのブログ、ツイッター等で、追って、告知はさせていただきたいと思いますんで、いやー、うるってご参加ください。こっちも楽しみだね。こっちも楽しみだ。どんだけの人になるかね。怖いっすね。どんだけ行くんですかね。だから、まあ、これで分かったことは、ゴリラカゲスケという人間は15日まで生きるんだな。うん、生きます。15日までは確実に生きますから。その日の夜か、もしくは朝か。配信朝まで見てもらって、で寝て、夕方ぐらいに起きて、中田のババの帝来てもらえれば、また大会が遊べるよっていうことで、無名の猛者たち、ぜひとも SQA 級と言われているバーチャ勢をやっつけに来ていただければなと。SQA 級のバーチャ勢は負けないように、よろしくお願いします。じゃあ最後に、その14日の大会と15日に、対してで、まあ、いろんな思いはあると思うから、うん、最後に意気込み、プロデューサー自らちゃんとお願いします。そうですね。いや、このやっぱバーチャルファイター 3TV、うん、このまああると思うんですけど、この13年、うん、何のために生きていくかわからなかった、うん、これ本当に本心なんで、そのくらい 3TV はめちゃくちゃ面白いです。皆さんぜひやってみてください。うん、で、同時に大会。ん、大会やるわけじゃない、はい、で大会参加者たちいっぱいいるわけだからさ、はいはい、まあ、今毎日ね、いろいろとプレイヤーたち、参加プレイヤーたちをさ、うん、あのアップしてるけれどもさ、そいつらに対して一言あるだろうよ。ああ、そうですね、まあこれ48名いますけど、うん、ちょっと俺に勝てるやついたら誰でもかかってこいって感じですね。まあだから負けんね、本当に。あ、そうですね、頼みます。絶対に優勝します。頼みます、はい、本当に死んじゃうからね。死んじゃうから、死んじゃうから。分かりました。行きたい。この13年、
何のために生きてるのかわからなかった。それくらい俺は 3TV を愛していたのに、俺の愛がどれほどのものか、お前たちに思い知らしてやる。バーチャファイター 3TV 17th anniversary バーチャファイター 3TV ワールドカップ2014 9月14日開催です。皆さんどうか、ご視聴の方よろしくお願いします。じゃあワールドカップ2014告知記者会見以上終了。ありがとうございました。ゴリラ影助頼むぜ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。